ルイージドール・ドゥ・プレルイージドール・ドゥ・プレはフランスの海軍士官、探検家である。1822年から1825年の間に行われた国金融合の探検公会の船長を務めた。パリで生まれた。1803年に16歳でフランス海軍に入った。ナポレオン戦争ではバルカン方面などで戦い、1811年にイタリア、 トスカーナ沿岸の水路測量の任務に就いた。1817年から1820年の間に行われたルイド・フレシュネが率いた、ウラニー号の世界就航探検航海に海洋測量隊員として参加し、三類勲章を受勲した。1821年に隊員に昇進した。ウラニー号に続く世界探検航海が計画され、デュプレが古今融合の船長に選ばれ、 副官は、ジュール・デュモン・デュルビルが務めた。56人の隊員が選ばれ、博物隊員は、軍人の中から選ばれ、デュルビルが植物学と昆虫学分野、繊維のプロスペルガルノート薬剤師の、ルネ・コール・プリムベール・レッソンが動物学分野、デュプレは物理学、水路学の分野を担当した。1822年8月11日に、 トゥーロンを出発し454日の航海で、チリとペルーの海岸、太平洋の島、ニュージーランド、ニューギニア、オーストラリア、フォークランド諸島で多くの博物学的標本を収集して帰還した。1926年に、コキー・ユ号はアストロラブ号と改名され、デュルビルが船長となってニュージーランドの測量航海を行った。コキユ号の探検航海の成果は、 ボエッジオトゥール・ジュモンド・エクセキュート、パール・ラコルベット・ラコキールとして出版された。デューパーは、植物の学名で命名者を示す場合に、ルイジドール・デュープレを示すのに使われる。ありがとうございます。